The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. もう40年間も人前でやってないんで、いや多分失敗するかもしれないけど、いや、その時ブーイングしないでください。言ってみるもんですね。人生で3回目の人前で演奏する機会、今日です。今日 G さんありがとうございます。イエーイ。あの曲はショパンです。ショパンの、ワルツを一つ。マジ？やばいじゃん、マジで。これがアンコール。やばいよね。これやばいよね。これやばいよ。大事件じゃないの、これ。Thank you.
だったんですね。いやもう最後の最後で心洗われたみたいな感じでした。そうですね。どうでした、エミリさん。でも C さんピアノ弾いてくれると思わなかった。どうでしたか、 C さんのピアノは。すごいかっこよかった、うん、あ、かっこよかった。いや本当にね、素敵でしたよね、後ろ姿とか。中山さんどうでした、今日一日こう、まあ、過ごして、まあ、司会もしながらの周り見て、はい、いかがでしたでしょうか。いや本当になんか行ってみればいろいろ実現するもんだなってことが分かった一日でしたね。小池さん本当に走って最初登場するし、最後は C さんピアノ弾くし、しかもなんかね、あの芋煮食べて美味しいってしてくれたし。そう、もう本当にもう盛りだくさんな一日でした。これで分かったことは、日本共産党言えばやってくれるってことが分かりにくいじゃないか。走れって言えば走るし、引けって言えば引くっていう、これね、私たちの、ね、大きな宝ですよ、これ。本当にですね、これよく覚えておいてください。何かあったら頼みましょう。これから味を占めてね、ちょっと 1回目でやりすぎて今後どうなるのかなってちょっと不安ですけど、ハードル高くなりました、これ一応。そうですね。エミリちゃんどうでした、今日一日過ごして。やっぱりその何でもやってくれたら夢って叶うんだなって思いました。なんかいっぱいこれから何かやりたいなっていう願いとか、そういうとこともみんな言ったら多分聞いてくれるんで、いろいろ言ってください、ね。はい、お疲れ様でした。僕も今日は一日司会しながら空いてる時間見たんですけど、非常に良かったのがね、やっぱり笑顔めちゃくちゃ多かったです。皆さんの笑顔、人と触れ合ってる笑顔ですね。この笑顔が欲しい、笑顔でいたいから、まあ私たちこの日本共産党を支持するっていうところもあるんじゃないでしょうか。これ今日何か訴えていいですか。あ、そうそうそう、はい。